さあ続きやっていきましょうか。バイオハザード4。今回はクラウザーを倒していくよ。クラウザーを倒すところを見たいという方はぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、そして最後まで動画をご視聴いただけたら嬉しいでございます。まあ、前回コンテナでよくわかんない敵と戦いながらね、なぜかもうよくわかんないけど、体を切り刻まれ。そして体を切り刻まれ。そのお返しにもう、小さい玉をいっぱいぶち込んでやりましたよ。うーん。 なんか、いつもこのクラウザー編のところにやってくると、若干のこうセルフスロー、ムになるのはなんでなんだろうな。パソコンの処理の問題なのか、それともゲームの使用上になってるのか、多分んパソコンの処理なのかな毎回ここがなんかおかしい感じになってるんですよね。まあまあそんな話はいいや。よし、じゃあ降りましょう。いやー今日も一段と冷えたね、ほんとね。 夜中にしっぽりとね、30代のおっさんが、毎回、こう、一人で、娘と嫁さんが寝た後に、ゲーム実況を、いそいそでやっているというね、こう、な、謎の展開になっているんですあれ、この辺りって相手持ちじゃなかったっけか気のせいか。なさげだね、なさそうだね。仕方ないね。よし、じゃあ、やっていきましょうか。さあ、上半身、ムキムキ、エイトパック、裸、入れ墨野やろう、勝負だん さっきまでさ、服着てたのになんでなんだろうねあ、あれかわかったこいつが服を着ていない理由は、レオンにさっきナイフで切り裂かれて、で、こいつの筋肉がパッチパッチすぎたから、そのままブチ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 ,ブチ,ブチ,ブチーブーって切れてったか、もしくは、この後に変異するから、その時に服がビリビリに破れたらちょっと格好悪いから、あえて脱いでおいたみたいな。で、あとその流血は何まさかあれサドラーにお仕置きをされた結果、 なのかなチュイーパキンでこっちに逃げていったと思いきや瞬間移動でまた戻ってますあちょっと待って危ない危ない危ないどこ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 ててないよくるっとふっくってむかいあくにゃろ当たんねえいってあれボタン押したのになぜホい こいつ、攻撃力どのくらいかわかんないから、もう黄色の体力になった時点でもうちょっと回復させておかないとやばい位置なんだよね。あ、来た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 。降りてくるな。じゃあちょっと、間合いを取る。どっから登ってくるかわかんないからね。来た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 。ほい。甘いお前な。そん、お前さっきまでナイフをめちゃめちゃ使ってたのにその距離でさ、いきなり用えい その距離でいきなりマシンピストルを使おうと思ったら、どういう結末になるかっていうのはだいたい予測がつくと思うんですけど、あれこのあたりってなんかハンドガンか？なんか玉落ちてなかったっけか？気のせいかそっか。残念ですね。ま別にハンドガンの弾落ちたところで使う予定がないからいいんだけどさ。予定がないというか、あの褒めるための銃がないという。登ります。ここにアイテムはあった。先行先行でもこいつ使わないしな。 先光弾自体がもうあんまり使う機会がないもんね。この後のラッシュのところでジャブジャブと使っていかなきゃいけないの。で、いるね。影があった。危ない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 。ゲリラ戦なら負けねえぜ。うーなんだよ。もう終わりか。甘いな。多分こいつの倒し方はこうじゃなくてナイフの方が早いはずなんだけど。 うん、まあそこはご愛嬌ということでまあライフルが余ってっかねよしょじゃあカチャッとやばい撃ってきてる撃ってきてる通降りてくる頭見えてんだよなほいこういう時サーモスコプープおおあなんか帽子脱げたなんで自分の爆風にやられたか <laughs> よし向かっていきましょう まあ、なんか、お、お、鬼ごっこ兼かくれんぼみたいな、ちょっと楽しい感じになっているよね。ほい。で、ああ、よかったよかった。使っちゃった回復薬、帰ってきた感じ。登ります。で、ここにあい、ないんかい。あれか、じゃあ、こっちからクラウザーに向かっていくときに、戦うようなポジションみたいな、そんな感じなのかな。拾います。あ、マジか。えっ、ー、と、じゃあ、

でしかも、自分があたかもこう生き残るかのようにね、考えてるから、こんな目的というかなんかいろいろベラ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 喋ったりとかしてるけど、普通はなんかこういうのとかさ、喋っちゃったらまずいよね。うん。で、なんならこうプロ、プロフェッショナルならレオンが国標のレリーフをひゅってあげた瞬間に、もうその瞬間にナイフを打つとかそういうのやってたらいいのにな。なんか、爪が甘いよね、こいつもね。ムワーとか言ってるけど。 ムワー普通の人間はよ。そっちか甘いあいた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 普通の人間はよ。あいべべ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 なんで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 武器構えんかった怖いべっちべべべおい、ほいべべべべべ なんかもう人間らしからの血の色が出てたけど大丈夫かとかもう人間じゃないもんな。寄生体のパワー。結局だから T ウイルスは受け付けられなかったけど、寄生中なら A ですっていう、こうよくわかんない基準なんだよな。コインの裏表とかってなんか格好つけてることも言ってるけど。ずれてっかんな。よし、押します。いやー、しかしまあこれ、クラウザー優しいよね。ここに閉じ込めとけばよかったのにさ、 ちゃんと頭を削った石像をこう、なんか自分がいなくなったら、ちゃんと出してくれるっていうね。しかし、これ、これに関しては、まあ、バイオハザードって結構こう、なんでそうなってんのっていう謎の仕組みが結構多かったりするよね。さて、レバー上げます。そして階段降ります。で、また奴がいるからな奴が出てくる瞬間をどう打ちのめしていくかだよな。 よしさあ来い荒れてるちょっと待ってよこっちに帰っといてあげるおーやべべべべもうねえ下手くそなのよ影が見えてんのよもっとこうバレにくいところに行きなさいよねっていう近いどこ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 こここここ切らないえ切らえ普通に切られてるしちょっと待って切られたにもかかわらずなぜレオンちゃん生きてるえーとこっちこっち もうい,いよ接近戦ではライフルの方が速い覚えておけ一個一個がまあ俊敏性はあっても何だろう動作が大きいから弱点が多いんすよねそこら辺がくらうざうの型うんか甘いところというかねまだまだだねっていうじゃあチュインドーンオッケー

これ最初の場所なのかなあ,あ違うわ。最初の場所じゃねえやあ。あの廊下か。わお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 わドゥン。でこいつらっているね。後ろでピキ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 言ってんな。あぶな。よし、組み合わせー。でこれ組み合わせはしたからよかったけど、あれだよね。 もしここで死んだらまたなんかよくわかんないとこからやり直しとかなのかな。前回の U3 みたいにさ、中途半端に何回か殺されてとかっていうそういうなんかグダグダ感出したくないんだけどな。なんとかなる大丈夫まあ、とりあえず、やっていくか。これってさ、一個、 気になるのが、今からこう、タイマン張るわけじゃないですか。で、タイマン張って戦う。まあ、ここまでは普通の展開だと思うんですけど、爆弾仕掛けてたっていうのは、こう、万が一、クラウザーご自身が自分やられました。でも、こう、せめて、死なば諸友みたいな感じで、こう、自分と共にコッパ未んにしてやろうか、みたいな、お、オチを考えてたってことは、クラウザー初めから負けることを想定していたのか、それとも、 これ寄生虫の体になってしまったことを、あの、こう、今は生きがって見せてるけど、実は、こう、後悔をしていて、どうか、レオンさん、私のことを殺してくださいっていう、そういうオチだったのかな。うん。だから、レオンが、レオンをここで殺してしまったら、もう、危ないレオンをここで殺してしまう、危ない殺してしまったら、あ、ちょ、こっち、逃げる場所間違えたな。うい。 Okay、あちょーなんでやねん爆ク爆ュはしてないやそうレオンを殺してしまったら危ない自分を殺してくれるやつがいなくなるから危ないしゃがむもうここでレオンの死体とともにもう爆発しちゃおうって思ってたってそういうオチなのかなってあ終わった生えなやっぱナイフ弱えなこいつ 大またぶっ広げていけるみたいな。OK。ヘビー。刻印がヘビーだからかよくわかんない。あの血は結局なんでやってたのっていう話だよね。あれ自分の血なのか、それともなんかペイントなのかよくわからないけど。うーん、組み合わせ。でも使っとこう。ああ、中途半端に上ったよいしょ、よいしょ。OK。よし。本当にいいやつだったのかなよくわかんないけどさ。はい。 よし降りますまあなんかあれだよね。一晩中薬物をこうやりまくった結果、あんな感じで倒れた人みたいな、そういう見え方にしかならないよね。あれこれタイマーってなくならないのあれこれもしかしてこのまま、あ,しかもあれ爆弾ついてねえし。だって爆発するんだろう <laughs> ま。これをはめはめし終わったらタイマーが消えるとか。あれ プロフェッショナルの場合、タイマー消えないのかノーマルとかイージーだったらなんか消えてたイメージがあったんですけどね。ま、あい,いや。とりあえず、あの、クラウザーはぶちのめすことができましたんで、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンで、よかったよーってコメントも合わせてね、していただけたら嬉しいです。ということでね、えー、チャプター5-3の3も終わりということで、次回5-4、ラッシュ続いてまいりますんで、ぜひ、次回パートもお楽しみくださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイチャ。